listening to Shibuya Cross FM. オーナーズイレブンプレゼンツ矢沢透の飲食応援団。はい、始まりました。今日はなんとなく声の声がいいような気がします。美味しいものを食べに行こう、司会の矢沢透です。アシスタントのオーナーズイレブン新宿グルメ王坂田敦弘です。本日のアシスタント3回目の出演になります、飲食業界を応援する武田茜です。お久しぶりです。久しぶりです。もうこれほどねアシスタントが変わる番組がないんですよ日本で。おそらくね。そうですね、まあ、でももうベテランですよ、3回目完全にね、はい、もういろいろなこう容姿見ただけでもねベテランで何ですかそれ、受けた2ヶ月で、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この番組は矢沢透さんをメインパーソナリティにグルメを熟知し情報を提供発信するグルメンオーナーズイレブンとともに飲食業界を応援するグルメエンターテインメント番組です。本日も渋谷クロス FM サテライトスタジオより渋谷から世界に向けて生配信でお送りいたします。しております。失礼いたしました。はい、はい、いつもねいろいろなゲストを呼んで、まあ、いろいろお話するわけですけど、はい、今日のゲストはですね、はい、お話しするところ満載の方だと思いますよ。そうですよ、めちゃくちゃかっこいい人が隣に座ってるんですよ、ね、イケメンですね、僕は向かいだけどそちら隣だから余計わかりますねもう存在感が違いますね。ね、もうそっちにオーラがバーンっていっちゃって、はい、早速じゃあ紹介してください。あ、はい、早速ですが本日のグルメンは駅前酒場食堂見上げてごらん、合同会社上場代表でいらっしゃいます池田正明社長です。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとなんと元ジャニーズにいらっしゃったということで、うん、ね、ね、なかなかでもジャニーズの関係者っていうか、こうジャニーズに入ってるとかそういう人と接したことないでしょ。ないですね。ちょっとだけご飯食べにグルメの人がいるんで、はい、誰と言えないですけどやっぱそれでマスク外してないですか。いや、外してください。結構イケメンなのに緊張してますんで。あ、そうですか。外した方がいいですか。そうですね、別に全然いいです。みんな期待してますからね、はいはい、え、普通さ中学でジャニーズ入って普通もっとちっちゃくから入ってない、なんかジュニアの人。いや、もともとですね小学校の時にあの劇団に入ってまして、あ、そのひまわりとかそういう東輩、東輩の方かですね、はいはいはい、関西の方の東輩に、まあ、どっちにしろ有名ですよね、子役のあれでは ね、 そうですね、東輩とひまわりはね、はい、ね、今あの飲食の選手たちって連載をあのウェブ上でやってるんですけど、はい、この大元の飲食の選手たちですけど、はい、こちらのラジオのねところ一番最初一番今今週号に池田さん出てらっしゃるんで、はい、あ、そうね、飲食の選手たちって検索していただくと、はい、もうぶわーっと生き様が壮絶な生き様が出てくるんで、ね、合わせて、お恥ずかしい合わせてご覧いただければと思います。ありがとうございます、はい、ではあの、池田さんの方から、はい、自己紹介と会社の紹介などをよろしくお願いいたします。はいはい、駅前酒場食堂見上げてごらんの合同会社、池田正明と申します。飲食店、レンタルルームなどですね経営の方をしております。はい、でですねまた、今後もですね飲食店また、いろいろと焼肉屋とか焼きそば屋とかもですねいろいろとあの考えてはいます。でまた、学芸大の方なのでもし、よければ皆様食べに来ていただけたらなと思っております。学芸大ですか。はい、はいはい、この経歴が芸能を辞めていきなり焼き鳥屋になるわけですか。はいはい、そうです、初めはそうですね一点いきなりなんでなの、はい、それは。いや、18まで、うん、あの芸能の方でお世話になっておりまして、はいはい、そこからですねあの飲食店に1回ちょっと入るんですけども、その中で18の時にいろんな社長さんたちとお会いしまして、うん、そこからあの自分のお店を持ちたいと思ってきたんですね。あ、はい、そうかそうか、いろいろじゃ影響を受けたんですよ。影響きましたね。そうですね、はい、なるほどね。それでこれがすごい、あのね東京学芸大学駅前に食堂を見上げてごらんをオープンしたじゃない2019年。はい、これ僕毎日学芸大学行ってるんですよ。そうなんですか。あの自転車でね5分なの、はい、そうなんですね。必ず3つぐらいスーパーマーケットこう回るんですよ僕ね。よければぜひよろしくお願いします。
びっくりしたの。ただ、まあ、見上げてごらんはさ行ったことないんだけど、この、はい、うん、見上げてごらんの、はい、店名のいきさつというのは、っていうのは学芸大駅を出て、うん、もうすぐ目の前なんですけども、うん、3階なんですね、うん、なのでもう皆様に見上げてごらんっていう意味を込めて、であの坂本九さんの歌もございますので、はい、そうだよね、どっちかなと思って、もうそういうあの坂本九さんの歌もかけても、かけてこう見上げてください、見上げてごらんって、ね、なるほどね、はい、なるほどですね。そうかそうか。こちらの居酒屋はなんかメインっていうのは焼き鳥とかですか？いえ、こちらはですね、はい、食堂なので定食とかもあるんですね。あ、なるほど。で、その安価酒場にはなるんですけども、はい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 、一番目玉はやはりそのハンバーグとホルモン焼きそばがものすごく人気ですね。あ、そうなの。はい、ハンバーグ人気も、はい、めちゃめちゃ人気。ハンバーグってほら誰でも作れるけど、はい、よっぽど美味しいんですよね。よっぽど美味しいと思います。店主ですから、え、美味しくないとはまず言いませんから。なかなか東京では食べれないかなと思います。いや、そのあたりのこだわりのところをちょっと教えていただきたい。豚にすごくあのこだわってまして、実は豚と牛が入ってます。合いびきなのね。そうなんですよ。で、その松阪豚っていう三重県のブランド豚を使ってまして。松阪豚、うん、そうなんですよ。それがまためちゃめちゃ美味しい、まあ、豚肉でございます。食べに行きたい。僕の最近好きな、僕のマイブームはメイシャントンなんだけど。メイシャントンですか？梅に、はい、あ、梅じゃない、なんだっけ、忘れたけど、1位はそれね、紀ノ国屋しか売ってないんですよ、それは。そうなんですね。そう、それでそれもすごい美味しい。あと六白豚も美味しいですよね。あ、存じないですね。あれはサミットにしか売ってないんだよね。サミットそうマーケットのことは詳しいよ、すごい。そうなんですね。黒豚ですよね。そうそうそう、六白はね、鹿児島の有名ですよね。じゃあその松坂豚は聞いたこと、ね、あの、じゃあ松坂出身、その豚。全く違うんですけども私はあの京都出身なので、もう全然三重県は、うん、全く関係ないんですけど、たまたま、ね、はい、ご紹介されたんですね、うん、でその豚肉を初めて食べた時に、うん、すごく、あ、こんな美味しい豚肉があるんだと、はい、そこで。そか、ランチもやってんの？ランチもしてます。あの昼間は11時半からの営業なので、うん、でじゃランチと夜ですね。はい、夜中3時までの営業です。夜中3時まで、本当に綺麗ですね、はい、強気ですね。夜中3時まで営業しております。懐かしいな懐かしい感じする3時までやってるっていうとそうですね、そうですね。いやー、でも学芸大って激戦区じゃないですか。そうです ね、そんな中ですごいですよ ね、いいとこだよね。でもね、ものすごくいいとこだと思います。三茶ってあるじゃない、はいはい、三茶も昔ほらごちゃごちゃしてたじゃないですか、はい、でもあれがなんか全部なくなっちゃうらしくて今度。そうなんですか、うん、え、そうなんですか。そうみたいよ、開発で。へえ。あれがなくなったら本当に学芸大はあの昔の面影残してますよね。多分よくしないけど、あれ戦後の区画そのままって感じですよね。ああ、そうなんですね。学芸大とか、いや、僕がその上京、東京に上京してきた時が、うん、35の時なので、まだ5年6年しか経ってないんです、ね、うん、なのでもう東京も全然僕分かんなくて。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あ、それでなんかいい感じに関西弁が残ってらっしゃるんですね。そうです、なかなか抜けないですね抜けなくていいと思ういいですか、まあ、もうそのままでいい、ね、今もう関西弁は市民権得てるもんねですよね。今までの中で、あの、やってこられる中で5年間の間に苦労されたこととかあります？いや、正直あの苦労っていうのがもう自分の、うん、自分ではその、まあ、若い時からもがむしゃらに仕事をしてきたもので、うん、苦労っていう苦労が自分の中では正直感じてないんですね。もうこれが当たり前のスタイルなので、うんうん、そういうもんですよね。はい。僕も売れない頃に苦労したんでしょって言われるんだけど、全然苦労したと思う。売れない頃ってあったんですか？いや、あった冬の稲妻出るまでずっと売れてないですよ。そうなんですか、うん、私が見たことで。ただお客さんいっぱい入ってたけど、でも売れて、一般的には全然売れてなかった。レベルが、うん、いや、だから売れたレベルは全然違いますから ね、ちょっとね、いっぱい入ってたら普通売れると思うんですけど。でもやっぱり目標に向かってね、進んでる時は、ね、はい、これは全て苦労じゃないですもんね。そうですね、うん、しんどさがそんなには感じないですね。お店、自分の夢を完成してから
経営に苦しむのは苦労したって言うんだよねきっと。ああ、そうかもしれないですね。だから僕ずっと苦しんでますけど。そうですか。これからの活動とか目標って何か教えてください。やはりその、そうですね、もう飲食店を、まあ、ちょっと広げていきたいっていうのとですね、うん、それとは別で、まあ、いろんなジャンルにも、まあ、挑戦していきたいなとは思ってます、うん、例えばアパレルとかで、ね、チェーン店じゃないもんね。チェーン店ではないですね。全部また種類も違うし、やってることがね、はい、そうですね、はい、いろんなジャンルっていうのは業態ですか？そうです、アパレル、まあ、服などもそうですし、うん、はい、そういう飲食店ではなくまた違うところにもちょっとあの矛先を変えていきたいなとは思っております、うん、あ、そうなんですね、はい、楽しみですけど、あのそれもやっぱ学芸大にちょっとこだわられてるとかそういう感じなんですか？いや、こだわっては正直いないんですけども。そうなんですか？たまたまあのいい物件があったのでそこに入ったのが本当にいい街だったっていう。あ、うん、じゃあ家も近い、はい、家は実は渋谷なんですね。なんか逆のイメージですよね。そうなんですけど、ね、お店渋谷で家が学芸大みたいなのよく住んでるとこは渋谷でございます。でもあれだよね、あの京都出身だけど京都らしいお店はやってないんだよね。やってないですね。でもおいおいやはりまあしていこうかなとは思ってます。やっぱりそうだよね。例えばそのおばんざいとか、うん、やはりその京都ならではの、うん、そういうお店をちょっと作っていこうかなと思ってます、ね、うん、だよね。そうですね、うん、先週京都行ってやっぱおばんざいのお店行きましたからね。あ、私ね、あの京都の宇治に生まれて宇治の出身なんですけど、伏見ってもうねちょっと歩いていけばね行けるぐらいのちょうど宇治との境ですよね。はい、そうです、はい、そうです、まあ、であまりなんか飲食のイメージとかが全然ない町なんですけど。そうですね、市、ね、といえば治安が悪いイメージがあるラグビーが80年代 の, あのイメージが悪くてですね、1980年代 の, あの伏見工業という、ね、うん、ラグビーの、ね、チームラグビーが、うん、はい、そうですね、あのイメージが多分全国民にあると思うんですよ。そうですね、イメージは悪いですね。確かに京都の人もみんな口揃えて伏見ちょっと治安悪いんですよ。そうなの？いや本当みんな言うんですよ。言われます、僕も。ああ、そう言われますね、よく。なんか、いや僕が聞いてたのは、はい、滋賀ナンバーがあんまり良くないっていうか、そう聞いてたけど、ね、ああ、もう聞きしますね。滋賀ナンバーも聞きしますね。ゲジゲジナンバーって言うんですよね。正直言ってね、あのバカにしてたっておかしいけど、してたかなみたいな。なんかそこら辺の滋賀の方と京都の方ってありますよね。うんうん、でもやっぱり京都のおばんざいとかいうのは、やっぱり京都ってどうしても日本人のさ、はい、やっぱりふるさとなんだ、みんなのね。はい、だから、嫌いな人っていないもんね、うん、京都のこと。いないですか。まずね、いないと思いますよね、やっぱり中心でしたからね、うん、昔は。必ず食事だけに行くけど、よく。ああ、そうなんですね、うん、うん、そうなんですね。食事で言うと、あの京都の湯豆腐定食が高いなぁ、ね、何千字とかですね。はい、そうです ね何千字は高いですよね。いや、そうです。いや高くてもしょうがないんだよ。まだ若かったんですけど、20代の時に初めて南禅寺って湯豆腐定食頼んだんですよ、うん、湯豆腐定食が1500円とか1700円1800円とかそれぐらいなんですけど、うん、まあ、観光だったんですけど、うん、出てきたのを見てちょっとびっくりしてですね、うん、これでこれだけみたいな。天ぷらとかさ、なんか出たでしょ。いや湯豆腐だけじゃないでしょ。湯豆腐とご飯と、うん、お漬物とお吸い物みたいな、なんかそんなイメージ。それイメージで。そこまで。それはね、天ぷらとかなかったと思う。普通だって湯豆腐の前に天ぷらとかそういういろんなものがちょっと出て、最後は大体湯豆腐なの、はい。そうですね、なんかごま豆腐とかいろんな。うん、そうそうそう。なんかでもちょこちょこっていうなんかお漬物の後に湯豆腐というなんかそんなようなイメージしかなくてですね。まだあの若20代だったんで、ああお腹もすくじゃないですか、うん、食べ盛りだったんで、あの時期に行くと少ないで感じるかもしれない、ね、そう衝撃を受けました、うん、やっぱりご飯という豆腐ってのはちょっと厳しいかもね。そうですか。じゃ あ, あの池田さんからですね、はい、飲食業界に向けて、はい、あのメッセージをお送りしていただきたいと、エールでもいいので、座右の銘でも何でもいいですから。座右の銘ね、やはりですね、この時代ですね、今、この中ですごく飲食店はですね、あの特に今大変な時期だと思います、うん、でもですね、あの皆さん、あのこの時期だからこそまたあのピンチはチャンスですね、うん、あのやるべきことがあると思いますので、うん、皆さん手を取り合ってですね、
これからもまた飲食店を盛り上げてい いきましょう、はいはい、と思います。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、本日のグルメンゲストは駅前酒場食堂見上げてごらん合同会社上場代表でいらっしゃいます池田正明社長でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコーナーに移らさせていただきます。埼玉未来クリニック院長岡本宗志先生とドクターでありながらピン芸人としてご活躍中のシュンシュンクリニック P さんのナルピーシュンピーのお悩み診療所コーナーです。さあ始まりました、ナルピーシュンピーのお悩み診療所をお届けすることはナルシストドクターこと岡本宗志と医者芸人のシュンシュンクリニック P と申します。あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、どうですか最近シュンさん調子の方は、うん、いいで、なんか饒舌ですね、うん、なんか、うんうん、はい、いやいや調子の方ですけど、まあ、もうぼちぼちというか、はい、今日もちょっとなんか体調悪そうですけど大丈夫ですか。いや違う、服ですよ。あ、服、顔が青いわけじゃないですから、絶好調ですね。本当ですか、ルックソーペールですけど大丈夫ですか。いやいや大丈夫、青白い感じに見えるじゃないんですよ、はい、うん、ゲーム遅いけどね。誰がゲーム遅いですか。いやだって2回戦ね敗退しましたから。いやあなたも1回戦落ちました。どっちかっていうと、はい、まさかね、はい、3人でだってラブイズブラインド出てる、ね、はい、現役のプロのね、吉本芸人出て一緒に出て、そうですね、まさかの1回戦敗退ですね。そうですね、はい、僕もだから世界初めての医者のトリオだから3回戦ぐらい目指そうかなと思って大げさにね、メディカルワンで、まあ、健康とか、はい、我で健康とか大げさなことを息巻いて我には1回戦敗退っていうね、1回戦落ちちゃいましたね、はい、いや来年ねちょっとリベンジをしましょう。そうですね、それはそれで来年リベンジしましょう、はい、いやナルピー先生、はいはい、いや今日はもう僕も神回になりそうな、はい、いやいや、まあ、間違いなくですね素晴らしいゲストの方が、そうですね。じゃあ早速ちょっと紹介しますか、はい、あ、そうですね、ちょっとじゃあしゅんさんから、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、はい、今日来てくれてるの、はい、僕の後輩の、はいはい、エロ YouTuber の奈良岡ニコさんです。違いますよ、まあ、奈良岡ニコでは合ってますけども、エロ YouTuber じゃないです。え、マジですか。え、今気づいた、今気づいた、きついきついきつい、じゃあ呼ぶなって話になっちゃう。めちゃくちゃエロ YouTuber でしょ。違いますよ、だって前言ってたじゃないですか、50万人のフォロワー数の9割5をおっさんやんって言ってたじゃん。いやいや、まあそりゃそうなんですよ、 96% 男なんですけども違いますよ、まあいろいろやってますけれども、はい、一応俳優をね、嘘つけ嘘つけ、いや俳優俳優なわけねえだろ。けど俳優部門ですよ、吉本。そうですよ、吉本の、はい、芸人じゃございませんから。劇場というか、その劇場、そのどこ出てんの、その俳優のその、なんていうの、いやいやいや、小屋は小屋、うん、TWL とか
いや、ふざけんなよ。いねえよ、そんなやつ。わからん会話やめてもらっていいですか。中の TWL。すげえ、地下にある、汚ねえ。汚ねえ劇場、ああいう地下アンダーグラウンド芸人が出るところですけど。リコさん、けど、あの、吉本、BS 吉本のドキドキ出てますよね。あ、そうですね、うん、BS 吉本にも、やっぱり。どちらかというと、まあ、本当に俳優班っていうところにいるんですけど、YouTuber としてやっぱり扱われることが多くて。YouTuber ではないんだ、一応。俳優なんだ。一応、まあ、肩書きは俳優なんで。まあ、女優ってこと？そうです、女優やらせてもらってます。セクシー女優ではないよ。違います、違います。っていうのもあれですよ、そのね、岡本先生もサウナがお好きじゃないですか。はいはい、そうなんですね。で、私もサウナが大好きで、サウナの YouTube を結構頻繁に上げてるんですよ。はいはい、で、そのきっかけで多分その岡本先生を多分、まあ、サウナ好き、はいはいはい、同じサウナ好きとしてなんか、まあ、紹介してもらったっていうか、なんか当てつけられたって感じじゃないですか。言い方、まあまあまあ、アテンドしたっていう、はい、アテンド当てつけられたってなんか、まあね、悪いものが押し付けられたみたいな感じじゃないですか。そうですね、ちょっと押し付けられたぐらいで。この間もだから一緒に、ね、置いていけるんですよ。わー、そう、サウナロケに一緒にコラボをさせていただいて。あ、すごい、 YouTube のコラボなんだ。そうです、 YouTube のコラボして、ね、すごい。だからそのサウナ行けやん。だからサウナ好きの、はい、そのなんていうの、向こうの施設の人間とかもみんな知ってるわけ。へぇー、まあまあまあ、だからみんなこう最後に戻ってくるわけよ。うわ、すごい。いや、でもまあ、だからそれのついでで、もう正直ナルピーさんのサインもらってましたもんね。ついでで、じゃあニコのサインもらう。すごい。え、どんな感じなんですか。わ、もうニコさんじゃないですか。そう、そんな感じ、そんな感じ。いや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 、まあ、ニコちゃんが行くって知らなくてですか。ニコちゃんが行くって知らなくて言って、え、そうだったんですか。知らない、知らない。うわ、え、ニコ、ニコやみたいな。え、そうだった。そうそうそう、すごい。ね、本当にグーの根も出ないぐらい本当のことです。やっぱ有名なんですね。うわ、やかましい。昔はだってそのなんか鼻につく女みたいな歌を上げてたんですよ。YouTube で。だって昔もともとアパレルなんかやってたんだよね。アパレル、もともとそうです。学生時代からずっとアパレルで働いていて、うん、はいはい、でそこからなんか芸人もまあすぐ挫折し、そんなことないよ。そこからまあ今 YouTube みたいになってますけれども。最初はだからその同期にあのレインボーの池田とかいるんですけど、はいはい、逆にその池田をプロデュースするみたいなのあげてたよね。やってました、そのコーディネート。今や今や飛ぶ鳥。今や池田なんかね、女装ですごいみたいな感じですけど、ね、なんかかっこいいみたいな感じになって、めちゃくちゃ鼻につく。レインボー池田鼻につく。あの時芋みたいな感じだったもんね。クソほど、もう写真全部見せたいぐらい、なんかもう大体その NSC っていうやっぱり吉本の養成所の同期なので、もう18、19の時からお互い知ってるので、うん、もうパジャマで来てましたからね。あ、ピンクと黒のギンガムチェック見たことあります？あんまないね。中二病しか着ない柄とかをしょっちゅう着てたので。彼とかっておしゃれに着こなしてそうだけどね、ピンクと黒のチェックのパジャマも。まあ、本当にもう髪もチリチリだったし、結構見てられないくらい。確かに確かに。辻くんとかも同期ってことだよね。そうですね。あ、そうです。もう辻さんもじゃあもうね、馴染みのある。だからそこ、あのうちらファミリーですから。あ、そうかそうか。チームナルピーですから。チームナルピー絶対になりたくない。どういう、いやいや、ナルピーだ、チームナルピー。やだやだやだ。こう言ってん、チームナルピーの。ガチでやらせるよ。ナルピー、シュンピー、辻ピー、ニコピー。出せ、クソ出せ、クソ出せ。ピーってつけるだけじゃ。やだよ。ふざけんな、ギリやってるよ、こっちは。もともとだからやってんだよ、俺は。村中もいて。村中もね。あ、村中。まだそこに私だけ入るの。そうだよ。ちょっと誰か生贄の女連れてきていいですか。かわいそうだな、生贄のやつ。ね、そういう。いやー、さすがやな。いや、でも、そうですね。まあ、チームナルピーのコントラジオなんですけれども。はいはい。いや、今回は、実はですね、うん、そうなんですよ。はい、いつも僕たち、春辟ナルピーが、リスナーの人のお悩みを解決しましょうっていう感じなんですけれども、うんうん、ちょっと今回は、そうなんだよね。ちょっと変えて、あら。ニコちゃんに、そうそう、ナルピー先生がお悩みをちょっと相談したいってことなんですよ、ね、え、ないですよ、もう何でも持ってるじゃん。ね、確かに。もう本当にね、はい、全てを手に入れ、容姿端麗、頭脳明晰、性格温厚でしょ。早い、まあ、早い、早い、聞き取れん、聞き取れん。性格、もういい。性格温厚って言ってましたよ。それだけは僕、嘘だって言ったら。なんで、もう一回言ってください。頭脳明晰、容姿端麗、性格温厚。いや、性格温厚ではない。え、なんで？俺、人、今まで怒ったことないよって。いや、まあ確かに怒ったことないですけど。嫌な顔一つしたことない。はい、確かに、確かに。まあ、なんか恩恵のって言われるとなんかちょっと恩恵というか、ちょっと聞いてよ。俺の性格の話もどうでもいいよ、とりあえず。
悩む聞いてほしいんだけど、こっちは。すいません。唯一二つだけ俺ちょっと悩みがあるんですよ。二つ、うん。ちょっと一つは医学的な問題で、ちょっと目が悪いっていうだけの話なんですけど。視力悪い。目悪い。視力悪い。仕方ないです、ね。でもう一つがね、やっぱりね、人生の中で唯一何か欠けてるなっていうのが、やっぱ結婚なんですよ。なるほど。なんで俺が結婚できないのか、これだけ。まあ、わかんないんですか。トリプルスペックを全部持ってる俺がなんで結婚できないのかを、ちょっとね、今日はね、ニコちゃんってこう忖度なしに言ってくれるところが俺はすごいやっぱ素晴らしいと思うんだけど、ちょっとそのニコにちょっと聞いてみたいなと思って、はいはい、なんで結婚できないのかが分かんないってことですよね。全く分かんない。結婚願望ありますもんね。めちゃめちゃだからいつも本当に何でも言ってるけども、明日結婚して明後日子供みたいな、無理です、ね、無理無理です。それはだからなんでわかが分かってないからですよ、うん、言っときますけど。それはね、よく言われんねんけども、はい、いやいや、でも、うん、なんか分かってんのに、ね、そうそう、だってダメなとか一個もない。だって、旬だって、旬だってそういう、なんでその俺が結婚できないのかはもう都市伝説だって。そうそう、七不思議の、うん、七不思議、七不思議。まあ、確かに一般的に考えたら、うん、まあやっぱりね、地位も名誉も金もなんやかんやありますから、まあすね、クリニック院長ですし。だってさ、すごいですよね、それは。高学歴、高収入、高身長、かっこいい、カリスマ、空気読める、結婚できないですね。7K ですか、これ。そんなにあったんだ、K って。最後だけですよ、はい、あとクソナルシストです。誰がクソナルシストあーとか言うじゃねえよ。いやでも本当に絶対できないと思います、ナルピーさん結婚。やかましいよ、本当に。マジで、まあ、みんなが思ってる。違う違う違う、その悩み聞いてるのに、そんな断言してるの。なんでなんでそんなにこんな、うん、全部揃ってるのに。まあその、うん、行こうと思います、ナルピーさんのこと。女がいや行くでしょ。いやいやいや、いつ行かないっす。え、それはその天、あの雲の上の存在だから。あー、そういうことか。そこまでじゃない。誰もキリストと結婚しようと思わないってことですか。そこまでのレベルではないです。そこまでのレベル単純に、なんだろう、男としての魅力を、私なんかが言うの申し訳ないですけど、感じたことはない。男として 見たことはないです。え、本当ですか。本当です。え、僕のだったら裸見てるじゃないですか。まあ裸はね、別に今綺麗な、うん、あんなに綺麗な、ね、体してるなとか、彫刻みたいなダビデゾみたいな体して、なんかこう触りたくないっていうか、なんか何て言うんだろう、キモいってこと。いや、そこまでじゃないんですよ。なんかやっぱり超越してしまっているというか、自分のことが好きだよねって話じゃないですか。やっぱりナルシストだから仕方ないんですけど、女性に多分何も求めてないだろうなって思うので、たとえじゃあナルピーさんのことがいいなっていう女性が近づいてきたとして、いいよいいよって言ってくれなさそう。そう、あ、ナルピー先生が女性のことをってこと。そうです、そうです。俺昨日クルボモの小判のぞだよ。いや、なんかそれも違うんだよ。あ、違う、ね、なんていうの、突っ込まれた。なんていうんだろう、なんだ、興味がなさそう。あ、そうかな。うん、へー、なんかあと、うるさそう、なんかいろいろ。ただの悪口になっちゃった。ただの悪口言ってる。なんかやっぱり、うん、男性として見る瞬間がないんじゃないかなと思います、なるほど、女性が、うん、どう抱かれたくないみたいなこと、うん、抱きたくないとか。そうですね。そういうことなんかな、結局。なんかやっぱリアリティがないんですよね、やっぱり。だからお友達として、うん、私もこう仲良くさせていただいてますけど、うんうん、こう絶対に何もないだろうみたいな。はいはいはい、ロケとかもやっぱりね、泊まりでロケに一緒に行かせてもらいましたけど、うん、やっぱ絶対何もないだろうみたいな。はいはいはい、それあるかって言って、他のクルーもいんの。いやいや、ワンチャンあるかもしんないじゃん。あるか、ちょっとあるぐらいって思った方がいいってことだよね。そう、その方がワクワクする、やっぱり。いろいろみんなであの一緒の部屋に泊まってたんだけどさ、ニコちゃんとか普通に朝さ、全部下着一丁でさ、おはようとか。おい、それもそれでさ、ね、あるか、そんな女だったみたいな。それで確かに。いや、だからそれぐらい、なんて言うんでしょう、はい、なんとも思わず、もうどうでもいいやって感じってことか、はいはい、いいところではあるんでしょうけど。確かにね、まあ、男性としてやっぱりそういう部分があるかと言われたら、今までいつも感じたことはない。確かにそうなんかもですね。ナルピー先生とそのなんか夜のオペしたくないなみたいなことだよね、うん、あ、そう、性的接触。うまいからそれ。夜のオペしたくないってことでしょ。夜のオペ、あ、それのことか。はいはい、したくない。そういうことか。じゃあどうしたらいいですか。あ、そうそう、さっきボロカスに言われてるけどさ、ちょっと悩みを解決してもらいたいんで、俺はこれは逆にどう、うん、好きがないみたいなこと、そういうことでもないんだ。好きがないし、あれかな、服ですか。服、うん、なんかファッションがギラついてて、ちょっとなんかこう、それもちょっとありますね。あ、やっぱそうなるか。でもなんか以前、多分最初の方に、うん、サウナに多分、うん、シューピーさんとかも一緒に行かせていただいた時に、うん、ちょっと
と今に比べてはちょっと緩めの服装してたんですよ。なんか確かにあれセリーヌ、はい、セリーヌだった気がするな。まあセリーヌとかですけど、うんうん、なんだろう、ちょっと パーカーじゃないけど、うん、スウェットっぽいゆるっとしてる服、それの時の方がエッチ。あでもそれこそあの リポポも僕の奥さんもあの同じ感じですよね。てかリポポが選んだあれで、あ多分でそうかですね、僕の奥さんが選んだやつだから、うん、まさにじゃあそうだから分かってるんですよ。なんかそれぐらいゆるっとしててこう生活感がある雰囲気を出してもらった方が普段シャキッとしてるから、はいはいはい、ちょっとゆるっとしてる服をあえてっていうのもいいかも。その生活感出したらさ、なんか俺らしさがなくなれへん。その生活感がないところがなんかこう一つのなんかちちちってことです。それこそギャップですよ。 GAP ね、 GAP、あはい、ギャップ GAP、 そうですそうです。だ普段シャキッとしてるからこそはいはい、はい、そういう服装の時があ、こういうパターンもあるんだ、ナルピーさん。たまに見せろっていう感じなのかな、やっぱり。そうですね、なるほどね。隙がある感じというか、隙がないというちょっとこうなんかもう寝癖ついてるぐらいの方がちょっと大丈夫みたいな、こうちょっと決めすぎてるっていうところが、はい、決めすぎってて確かにその最初の嫌、うん、だよね。最初のデートとかも、はい、やっぱりあのいきなりヘリコプクルーズとか行って嫌だ嫌だ、なんで男も嫌だ、何が嫌だ嫌だ、なんか汚めのなんか赤ちょうちんの居酒屋とかにあえて連れてってほしい。うんうんうん、なるほどね、うん、じゃあとりあえずもう明日からパーカー着て吉木行きますわ、うん、あ、でもいいいい、そういうこと、いやー合ってる、ちょっといいそういう写真もちょっと上げてったりとか、そうそうそう、たまにはオフもあるよみたいなやつマジでフォロワーどうしたんだろうなと思うかもしれないけど今までとそれぐらいの方がいいってことか。でも最初にご飯行った時にニコちゃんがあの、うん、覚えてるのが、うん、あのごちそうさまでしたみたいなこと言った時に、うんはい、なんかナルピー先生がちょっとボケで返したんだよね確か。なんだっけなんだけど、なんかまた全然今夜夢の中で会うからどう思うみたいな、はいはい、そしたらニコちゃんが、うん、そういうの本当にいらんねんみたいなことを言ってて初対面の時ですよね。言いそう、初対面の時、あ確かに、うん、確かに言いそう、だそういうのもなんかもしかして、いやこういう時はまあまあまあみたいなことでいいんだよみたいなこと言ってた。あ、なるほど、ね、そう、なんかあえてナルシストという鎧をあえて被ってんのかなって思っちゃった。あなんか無理してキャラを演じてる感じが、はい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 、やっぱり芸能人の方とかってキャラで頑張ってやってるんだなって思うとちょっと心配になっちゃうじゃないですか、うん、ガチでこの人もう素でこれやってるんだなっていうのが見えたことがないからかもしれない、はい、あ素が見えないし、素が見えない、うん、ちょっと作ってる感じだったらやっぱり心開いてないんかなって思っちゃうしね。そうですそうです、だから興味が湧かない私は。じゃあ村淳と俺やったらどっちの方がまだ興味湧きます？いやギリギリだね。どっち、そうだね、ちょっとそこだけね勝ちたいんだよ俺は、うん、いやーどっちも嫌だな結論それかい。いやでもまあ村淳さんはマジでないんでだったらナルピさんの方がいい。あ、はい、なるほど、やったね、まあ、やった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 で喜ぶのも変だからそれいいやもうやだな。じゃあちょっと鎧を少し脱ぐっていう、はい、鎧をね、じゃあとりあえず、ね、それこそこういうキラキラじゃないですか。あ、なんかそれも違えんだよな、ハンクトップでやだやだな、やだし、なんかその予防接種の後みたいなのがあってなんか逆にやだ、これも4回目ね、4回目の後がある。4回目の後がね、確かにな、なんか近寄りがたいっていうのは多分皆さん思ってると思います。なるほど、じゃあもうちょっとこれルーズな、まずファッションから、そうですそうです、行くところも高級フレンチとかじゃなくて、そうです、まずはそういう居酒屋とか、そうですね、サイゼリア行こう、サイゼリア、サイゼリアで、うん、サイゼリア行ったことないよ、うん、そういうのもちょっと、あ、それ確かにそう言ってましたもんね、うん、この前、そういうのいい、そういうのが知りたい。サイゼリアとラーメン屋行ったことない俺、ダッセーの、うん、あ、やっぱ逆にダセーか、うん、あとバナナも食ったことがない、あ、言ってた、それ、いや、ほんと、言ってほしい、マジで、うん、ちょっとまずはサイゼリア、吉牛、ね、ラーメン行くことから、うんうん、じゃあちょっと明日みんなでラーメン行きましょう、そうしましょう、そうしましょう、はい、おー、結論出ました、そこからやりましょう、はい、変わるかもしれないです、わかりました、じゃあちょっとナルピー改造計画で、はい、やりましょう、はい、いやー、いいで盛り上がりました、ね、あー、よかったですね、はい、さすがボロカスに言われましたね、もうそうですね、いや、本当はもっと言ってほしかったんですけどね、僕はもうちょっともう30分延長いけないですかね、これトールさん、そんなカラオケシステムなのこれ、トールさんカラオケシステムなんですか、ついでにトールさんにも物もいろいろ言ってほしいなとかそういうことで時間になっちゃいました、はい、はい、はい、やりましたけれども、はいはい、毎週やってらっしゃるんですね、これはあの各週で、各週で、はい、各週いいですね、はい、またちょっとニコちゃんが出てきてボロクソに言ってください、そうですね、まあ、そうですね、だからボロクソに言えるネタをやっぱりもうちょっと仕込んでおきます、ね、月1の準レギュラーみたいな感じで来ていただけたら嬉しいですね、月1もやだな、嫌だ、嫌言うてるよ、まあでもここで付き合うことがありますから、もしかしたら、え、やだ無理、ごめんなさい本当に嫌がってるよいや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 、今回も盛り上がったということで、告知あります、告知、はい、告知
何でしょう、あ、写真集、写真集今発売中でクラウドファンディング、発売中なんだ、発売中で今クラウドファンディングの開催中なので、もしよろしければよろしくお願いします。エッチなやつ作っちゃうよ、うん、飛び切りエッチなやつを飛び切りのやつ、まあ、SNS とか結構わかるよね。はい、 SNS、はい、インスタとか Twitter やってますので、僕もあの来月の4日に単独イベントやりますので、はい、あと来月の27日にあのオフ会、 YouTube オフ会も初めてやります。謎が出へんの、はい、それ本当に、いや日、そうなんですよ、だからもうそうなんですよね、クリニックあるから。そうですね、まあ、あの僕の SNS からチェックしてください。はい、なるぴ先生は、うん、これはあるとすれば来月11月23日にまたほんまでっかに出演させていただきます。すごい、ではご覧いただければ。一番売れてる、売れてる、はい、マジシャン認定です。羨ましい、マジシャン認定ですか。マジシャン、すごいマジシャンですから、さすが、すごい。いえいえ、はい、ということでですね、ちょっと時間がやってまいりましたので、はい、また何かしらですね、リスナーからのお悩みも取り上げていきたいなと思いますので、はい、もし何かお悩みとか僕たちに聞いてほしいなと思うことがあればですね、ハッシュタグなるぴ春ぴでお送りください。はい、はい、ということで、じゃあまた、再来週ですかね。そうですね、はい、じゃあまたお会いいたしましょう。はい、じゃあ一応せーので、終わるって感じで、あっしゅ、はい、はい、みもちゃんありがとうございました。さよなら、出たさよならね。お悩み診療所、埼玉未来クリニック院長岡本壮志先生、シュンシュンクリニック P さん、ありがとうございました。続きまして、次のコーナーは各ジャンルの世界でご活躍のゲストをご紹介いたします。今回も、素敵な、ゲストをお招きしております。今回のスペシャルゲストはヘアメイクアーティスト株式会社 D5、清和製薬なんと2社の代表取締役社長でいらっしゃいます合田和人さんです。どうも、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう見た感じなんかファッション系だけど。そうですか、カツラじゃないんですけど ね、 おしゃれですね。おしゃれ、僕ですよね。今年聞いてびっくりしました、うん、同年代でした。あ、そうなの。一個先輩なんですけど。あ、若い、はい、どうしたらそんなに、まあ、横に並んでるから余計ね。いやいやいや、嬉しい、もうご一緒できてよかったです。ありがとうございます本当に。いやいや、なんかやっぱり秘訣があるんでしょうね、うん、ね、やっぱり。でも今日プレゼントがあって、これあ、このね、じゃあ女性にゲストのプレゼントが何よりも嬉しいんですよ。すいません、上から。あ、いえいえ、わ、またこれ話題の、ね、あのね、このちょっとわかるかな、このサプリメント。見えますか。そうなんですよ、あの MNN と5アラーって言って、うん、まあ、食のほら、はい、あの番組でずっとお話しされるじゃないですか、はい、その中にやっぱり食べ物だけじゃやっぱり多く取らないといけないものがあって、はいはい、それは体のために、今ちょっと流行りのやつなんでしょう、ね、そうです、はい、知らない人いないですよね、N、特に女性が知らない人いないよね。そう、はい、B にこう敏感な人は。そうなんですよ、もうみんな知ってるけど、うん、高い。そうですね、もともと高いんですか。高いです。そう、今原料が高くて、はい、ね、はい、いろんな意味で
でもまあ美と健康をやっぱり保つために、まあ、あの効率よくみたいな形でね、うん、いろんなことやってきて、その中で今こういうこともやってます、はい、でももともとこれが最初じゃないもんね。そうなんですよ、この実績というか履歴というか、実績が素晴らしいですね。輝かしいです。まずそこを紹介しないとまずい、ね、そうです ね, そうですね。どうでしょう、あの私の方からですか、それともご自分でご紹介された方がなんか伝わるかなと思います、まあ、はい、簡単に言いますと、はい、まあ、最初美容師さんやりまして、ええ、香川県の田舎のおばさんのお店から始まり、うんうん、でそこからまあ21歳ぐらいでイギリスに留学しまして、うん、で僕まあ憧れがなかったんで、うん、まあ、結構いろんなところのアーティストチームを全部回って、うん、でまあ帰ってきて、まあ23ぐらいですよね、うん、だまあよくやってんねって言って、うん、オーナーの人たちがいろんな、うん、やっぱり引き上げてくれて、うん、でこんなに頑張って体育系なんで、うん、結構こう体育系なの、そうなんですよ、見えない、こう見えて、あ、そう、はい、まあ、体操やってたり、うん、格闘技とかやってたんで、はい、だからまあそれでまたニューヨークも呼ばれて、でニューヨーク行って、うん、でまあ30手前で帰ってきまして、でまあオーナー業するか、なんかもうちょっと挑戦しようかっていう時に、うん、まあ、日本帰ってきてたまたまテレビ出させていただいたり、いろいろその機会があって、まあ、化粧品の今度開発とかに携わるみたいな形で、まあ、いろいろなんかもう引き合いというか、はい、呼んでいただいて、その今こんな感じになってるんですけど。あ、そうなんですね。もともとはテレビ CM とか、まあ、著名 の, あの芸能人の方とかのヘアメイクをされてたんです ね, ですね、はい、輝かしいですよね。輝かしいですね。郷田さん出てきたら今1万人ぐらい集まりました。いや1万人、本当ですよね、すごい。ちょっと宣伝してくれ。なんか今まで印象的な人とかいます、なんかこう。あ、まあそうですね、あの僕らも音楽界も結構ロックから、うん、クラシックまでずっとお仕事されるので、うん、まあ、するので、まあ、そういう意味では、まあ、常にやっぱりプロフェッショナルのやっぱり上に行く人って、うん、やっぱりいろいろこういただくことが多いですね。もう生き方とか、はいはいはい、その演奏するところの向かい合い方とか、うん、なんかそういう、もう常にいろんなジャンルの方から、うん、もう本当にリスペクトしてる、うん、みんなからいろんなものを学んで、うん、僕もおせっかいなんだから、一生懸命なりすぎて、今度はあの追求するのに、まあたまたま美容を追求してたら、まあ写真も覚えないといけない、写真を追求してたら今度化粧品も開発のサポートするってなると、今度いろんな販売戦略とかそれもするってなって、今度たまたま出会いがありまして、で富山の共和薬品さんと一緒にその製薬会社を今やってるっていう。富山ですね、いいですね、富山と聞くだけでいい薬な気がする。そうなんですよ、富山の薬売りかと思って。そうじゃないね、ちょっと僕すいません、富山行こうとホタルイカが出ちゃったんですよ。でも皆さんあれじゃないですか、食こういう風にいろんなやっぱり食べ物、うん、でやっぱり健康に気をつけてたりするんですか、うんうん、なんかやっぱり富山とかね、はい、あのなんかだんだんまた見直されてるっていうか、はい、ね、それで富山に会社が移ってきたらいっぱいするでしょ。そうです ね, ね、あの水も綺麗ですし、そうそうそう、あの山も雄大 で,、うん、で海も結構深く、そう、ね、あのやっぱり真ん中なんで、ちょうど流通もいいみたいなんですよね、インフラも、ね、はい、そうなんですね、それ結構注目されちゃってる、はい、へえ、それでまあこうって今現在こういう主にもうヘアメイクの方はそんなにやってないの？ヘアメイクも、今ゴーダがいいって言われたら、そういう方のとこは僕が直接やりますし、うんうん、あとはまあテレビとか雑誌とかはうちのスタッフとかに、うん、あの行ってもらったりして、うん、であとまあ化粧品の方のプロデュースとか、うん、そのそういうちょっと制作畑も少しやるんで、うん、はい、とこっちですね。でも開発って面白いでしょ？いや、勉強のもう連続です。はい、もうこれに関してもそうですし、うん、薬事とかこれ全部自分とその会社の人とかで打ち合わせをして、そうですそうです、何を入れてこうして入れて、はい、こうでやるわけ。そうです。でこれをこう言うためには、こういう表現がいいとか、うん、でこの原材料は何かとか、うん、どこで取れててどれだけ安全性が高いかっていうことも、うん、まあ、やって、うん、ようやくできてくるっていう、うん、じゃあ郷田さんはもともと食に対してはこう追求される方だったんです。そうですね、スポーツしてたんで、うん、まあ、結局それ辺は自分の体のためっていうのはあったんですけど、うん、今となっちゃね、だんだん年もいってきて、あっちこっち体も痛いし、うん、やっぱりそうなるとね、やっぱどういうのがいいのかなって、
やっぱり食べるもので体できてるじゃないですか、はいはい、やっぱその辺はやっぱり気をつけるようになりますよね、うん、やっぱこの美を追求されてるじゃないですか、うん、ご自身も仕事も、うん、だからやっぱ若いですよね、うん、いや本当ですね、そうですね、おしゃれですもん、ね、そんなに、ね、僕も脱いだ方がいいですかね、いやいやいや、こういう、 もう洋服もおしゃれですよね、うん、おしゃれですね、いやいやもうそんなカツラですかって聞いちゃったもん、私そうそう、私実はポコッと取れたりしてるいやいや決して飲食業界にはいないような方、そうですね、はい、あ、そうですか、雰囲気的にそうね、はい、でもどちらも体育会系じゃなかった？僕はいや違いますね。あ、違うの？そうです。僕はそんな体育会系ではないですね。体が大きいだけで。たまに言われるんですけど、なんかやってたんですかって、うん、特にそんなにスポーツ頑張ったわけでもない。はい、思い出がそんななくてです、うん、小学生ぐらいの時ですかね。そう、意外に僕は見かけとちょっと違うんで、はい、そうなんです。格闘技もご自身がやられてます、うん。そうです。もう拳もこうなっちゃってって。本当だ。空手やってたもん、はい、空手とキックとやって、僕香川県なんでお父さんが少林寺拳法のちょっと有段者だったんで、またそれも変な家系で、はいはいはい、それであとさ、よく昔からね、スタイリストとか、はい、あの1960年代ね、まあ、今でもいると思うけど、いっぱい結構あのなんていうか芸というかそういう人多いじゃないですか。いや、多かったですね、ヘアメイクの方。そうです、そうです、僕ニューヨーク行った時は 99% ゲイでした。ですよね、はい、で、あのカズは1回ぐらいチャレンジしたのって言われていや何の話かなみたいで、あのノーチャレンジですって言ったら、うん、いや試してみなよみたいな、なんかこれ食べない、食べたことないのみたいな感じで、はいはいはい、もうおすすめされましたけど、でも繊細ですよね、うん、私ね、あの某、まあ、誰でも知ってるメイクアップ最初、うん、はい、の方がうち、はい、に来られて自宅撮影したんですけど、美容の撮影なのに全員男性でした、うん、あ、そうですか。でマネージャーは彼氏で、はい、そうだよね、やっぱりあれは女性の気持ちになっちゃうのかな、うん、あ、そうですね、あと、まあ、僕ニューヨークでやっぱりリスペクトできたのは、結局このグラスがあってもグラスをグラスとして見ないっていうか、うん、多分割れたら綺麗じゃんとか、うん、なんかこれを当たり前にしない。あ、なるほどね、だから美的センスとか、うん、なんか捉え方がなんか違うんですよね、うん、だから、あ、なるほど、だからこういうメゾンの世界もこんなすごいものが出てくるんだなみたいな。だよね、はい、もうダンサーもほとんどそうだもん。あ、やっぱそうですか。クラシック、うん、あ、そうですか、うん、ね、え、本当にもう、もうちょっといっぱい話が聞きたいのに、もうそろそろお時間になってしまって、時間のバカバカバカって感じ。じゃあ何か言ってもらおうよ、あの、その大事にしてることとかさ、はい、そうですね、一言でいいので、はい、何か大事にしてること、うん、あ、もうやっぱり健康と美、うん、やっぱり健康であるからこそ美しくいられますし、美しくいるってことは、まあ、心もやっぱり健やかであれば、うん、まあ、それ体を使うとか、まあ、そのメンタルがね、うん、まず大事ですよね。当たり前のようだけど、一番それが大事なんだよね。そうなんですよ、ね、僕らももう本当にそう思いますね、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、本日のスペシャルゲストはヘアメイクアーティスト合田和人さんでした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、今日はあのゲストの方2人よかったね。そうですね、なんか時間が足りなくて、もうこれからいっぱい聞きたいことがあったので、でもご一緒させていただいたけどね、もう本当に嬉しいです。今日からでもこれ新コーナーですからね。あ、そうだね、カロスの、カロスの不評だった坂田さんのコーナーが、いやいや、不評じゃないです不評だった、まあ不評だったんでちょっとやめ、いやいや、不評じゃないですよねそれに代わってこうやって、あ、そうです、はい、豪華なゲストをまた入れる。そうです、はい、今度だからこちらは合田さんみたく、今度は飲食にはそんなにこだわらずに、そうですね、はい、エンターメイの素敵なゲストを入れて、はい、やっぱカロスエンターテインメントの企画制作なんで、ね、うん、このエンタメ性が高いので全然大丈夫だと思います。そうですね、今日は特にまた食にもつながってたんで、ありがとうございます。いい感じでこうね、流れました。ちょっと宿題じゃあ、あの予習してきたんですけど、あ、まあ食大事ですねと思いながらそうです、ね、はい、ネタだけ持ってきましたけどね。ありがとうございます。今日このサプリメントもありがとうございます。いえいえ、はい、ぜひおすすめなんで、ぜひ、はい、外の方にね、いつもね、盛り上がってきたところで大体時間になるんですが、そうですね、まあしょうがないですね。そろそろお別れになりました。いかがしたでしょうか。こよむ渋谷クロス FM サテライトスタジオよりお届けしました。飲食応援団は YouTube と連動してますので、2週間後またご視聴できますので、ぜひ見ていただければなと思います。はい、見てください。
はい、放送は、オープニング曲、君と夏と南の島、番組挿入歌週末の夜に、同じく番組挿入歌ハートブレイクロマンス、エンディング曲トワイライトイブ、提供はオーナーズイレブン飲食の戦地たち、日の丸食堂、新潟ラーメン直司、富士郎の佳境グループ、六本木アガサ、埼玉未来クリニック、そして企画制作はカロスエンターテインメントでお送りいたしました。今宵も最後までお付き合いいただきありがとうございました、オーナーズイレブンプレゼンツ、アリス矢沢透の飲食応援団、次回は再来週、11月3日になりますね。また次回もよろしくお願いします。どうぞお楽しみに。はい、じゃあ今宵はこれにて、お相手は矢沢透と坂田敦弘と武田茜でした。ではまたね、はい、はい、さようなら。さようなら、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。